ード、アジアのラウンドと文字の組み合わせが決まります。この結果で、11番ゲート、いや、それ、4番ですね、これ4番ですね、4番に向かって、スーパーチャージャー。ミカル・ボジョは予選この前に行われました、練習でいいタイムを出しました。3番手のタイム50秒で出していました。今のここでパイロンヒット出てしまいました。今パイロン食べましたね。これはちょっと5秒プラス5ですね。これプラス5秒の今ペナルティになっています。それを加えたトータルタイムが今表示されています。お母さんちっちゃいのにパイルが早くね、これ。
綺麗に傾けていきます。そしてそれ以外のスピードも速いから7番ニュートあたりはどう攻めるか。ああ、まあまあ戻していきますね。ギリギリまで傾けていた機体を水平に戻して、そして7番ゲートを通過した後、またまた綺麗に傾けて展開しています。9番から10番のシングルファイロ、これシングルファイロを通って残っていまして、11番のこのエアゲート、ここから最後のバージカルさん、地位に気をつけながら2本目です。
最終的には6分8分現在ポイント8ポイント獲得の
スクロークの力のよスモーク、ニコラス・イバノフ、ピンポレスタート。スモーク、スピーチの上で曲をバシッとカットインバシッ、このコースを4つに分けてそれぞれのパートパートのタイムを見ていきます。7番ゲートを通過で8番戻ってきた、このエアゲートが第2セクターでタイム差が 0.25 ビハインドです。明日のラウンドブー14からは期待しますになっていきますので、皆さんの映像にもこのタイム差がしっかり出ています。これできましたよ、ね、すごい。これは何が起きた、先ほどの2位コーマスの9
ダムのターンとかね、これで50が当たってました。で、このハイジーターンです。ここではどうでしょう。ターンを終えて、8番ゲート、そして指定の9番ゲート入ってきましょう。ソルジャーオブフォーチュン。Thank you.
を見せます。よし、ここで少し離れた、少し離れた。まだ予選、いい順位になりそう、いい順位になりそう。しかし今のところ何か起きています。リードしてる。これがチーム